さあ両チームフィールドに戻りまして、まもなく後半開始の時を迎えようとしています。前半を終えました段階で双方ともにタッチダウンが上がりまして、滝川高校が7点、宝塚東高校6点、その差トライ4ポイントのキックの成否1点の差という状況で後半戦に入ります。共に勝てる可能性が十分に残した格好で、果たしてこの試合最終的に笑うのはどちらのチームとなるでしょうか。後半戦は宝塚東のキックオフで再開となります。オンサイドキック、しかしこのキックを抑えましたのは滝川高校です。高橋が東、あえて奇襲オンサイドキックを選択しました。短いキックを蹴りました。自らボールを確保しようと確保し攻撃権得ようとしましたが、しかしこれは失敗に終わり、滝川高校自陣48ヤードの絶好のポジションからの攻撃となります。さあまず初手から仕掛けた宝塚東でしたが、結果的には滝川高校優位な位置から攻撃開始という形になります。滝川高校自陣48ヤードからファーストダウン10。さあまずクォーターバックのワンプレー、ハンドオフオプションから自らキープし右オープンを展開、約9ヤードのゲインとしています。さあまず1手目でかなりいい位置からの攻撃展開となります。滝川高校相手陣43ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。さあ今度もクォーターバック3番がキープを展開しました。左オープンへのプレー、これにより攻撃権更新です。滝川高校ファースター、まず最初の攻撃シリーズ攻撃権継続という形に成功しました。しかも相手陣41ヤードに入りましての滝川高校ファーストダウンに入ります。さあ今度はランニングバック9番に託した、しかしこれは宝塚東のディフェンスの対応、左オフタックル付近を突こうとしましたが、しかし99番宝塚東見事対応しましてノーゲイン。オッケー、32滝川高校相手陣41ヤードからセカンドダウン10。ファーストクォーターバック3番中央付近に走り込んだワイドレシーバー2番にパス、2番これを伸び上がるようにキャッチしまして攻撃権更新です。滝川高校ファースト、見事なパスキャッチを決めましたのは滝川高校2番の堤。さあリズムに乗ってきました滝川高校ブルーインス、相手陣30ヤードに入りまして滝川高校ファースト運転。中央抜けた、ナイスダウン、ファーストダウン、ランニングバック9番今度はハンドオフを託されて中央突破、相手タックルを弾き飛ばしてそのまま攻撃権更新を果たしました。滝川高校ファーストダウン化されます。ランニングバック9番の西もここで外貨の時を上げています。滝川高校相手陣19ヤードに入ってのファーストダウン10。さあクォーターバック3番が今度はキープ、
左オープン展開を図りましたが、これはしかし宝塚東も対応しています。ゲインは約3ヤードのゲインでとどめました。滝川高校相手陣17ヤードに入りましてのセカンドダウン、セカンドダウン8に訂正します。さあ中央へのランプレーを展開しようとしましたが、今度は高津が東72番、そして71番がこれを対応しましてノーゲイン。宝塚東71番は上げよう、72番は黒木。滝川高校サーダン8、ボールオン相手陣17ヤード。パス不成功、パス不成功です。ここで中央に入り込んだワイドレシーバーにパスを投じましたが、これをキャッチできず、パス不成功となりまして、フォースダウンに変わります。竹脇高校、フォースダウンの状況を果たしてどのような選択とするか、プレーで選択します。フォースダウンギャンブル、8ヤード前進できないと攻撃権を失います。さあこのワンプレー決まるか。抜けていった、ナイスショー、ファーストここをあえてランプレー、ランジバック9番のトップレグにかけました。これに応え9番、見事攻撃権更新です。滝川高校ファースト。ここでウォーターブレイクです。このシリーズで滝川高校怒涛の攻撃を展開しました。立て続けに攻撃権更新を図りまして、一気に相手陣4ヤード地点に現在攻め入っているところです。この勢いに乗る状況に入りましたウォーターブレイク、水入りが果たしてどちらに傾くでしょうか。本来は熱中症対策であるこのタイムアウト、非常に微妙な状況を作り出しているかもしれません。それをものともせず一気にタッチダウンを上げることに成功するでしょうか滝川高校。対してこの間を生かしてこの攻撃断ち切ることに成功するでしょうか宝塚東。まもなく試合再開です。さあ相手陣4ヤードから滝川高校ファーストダウン2ゴール。わずか1ヤード地点ですが止まりました。しかし怒涛の勢いです。このプレーで宝塚東の選手がヘルメットが外れたため、その選手一旦ワンプレー外れます。ゴール前2ヤードの地点でボールが止まっています。ここで宝塚東が後半1回目のタイムアウトを取りました。まさにこの試合の趨勢を決めるこの非常に重要な攻防がここで行われています。宝塚東はここで後半守備の段階でタイムアウトを取り、何としても食い止めんとここで作戦を練ります。
そのタイムアウトを解けました。試合再開です。滝川高校相手陣ニアードからセカンドダウン2ゴール。さあ、キュービーがいった。タッチダウン。この状況、クォーターバックさんは自らの体で突破を図りました。入ってタックル直前まで来ましたが、しかし体をねじ込んでエンドゾーンに入ってタッチダウン。滝川高校6点獲得。ここで負傷者が発生したため、失礼しました。ここで負傷者が発生しているため、レフリータイムアウトが入っています。しかしここで見事なパワープレーを重ねまして、追加点となるタッチダウンを上げるに成功しました滝川高校。その勢いのままトライ4ポイントに挑みます。滝川高校トライ4ポイント。これをキッカーガンギー見事に決めまして1点追加。滝川高校ブルーインズ14点、宝塚東高校6点。拮抗した状況をまず突き放しにかかったのは滝川高校でした。まず後半いきなり試合が動く形になりました。滝川高校がまず先制しまして、状況をさらに広げる形、その差を広げる形に成功しています。しかしまだ状況としてはセーフティーリードとは言えません。この返す刀になります宝塚東高校の攻撃に注目しましょう。試合は先ほど得点を挙げた滝川高校のキックオフで再開となります。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。キッキングチームの反則です。ディレイオブザーゲーム、制限時間内にキックオフを始めませんでした。アメリカンフットボールはボールを持っているオフェンスチームおよびキックオフするチームには制限時間があります。この時間内にプレーをしないと5ヤード抜退となります。従いまして滝川高校5ヤード下がりまして、自陣30ヤードからのキックオフとなります。さあ仕切り直して滝川高校自陣30ヤードからのキックオフ。さあ高塚東リターンに入った。勢いに乗って中央突破を図る。
これにより宝塚東自陣40ヤード付近からの攻撃となります。リターナーは宝塚東の12番の太田でした。さあ差を広げられました宝塚東ですが、この攻撃で状況を再び五分に戻すことが叶うでしょうか。ボールオンは自陣42ヤードにセットされました。宝塚東ファーストアンテン、さあ左オープンのランプレーを託しました。キャリア99番でしたが、これを滝川高校78番が殺到しまして、このランプレーを抑え込んでいます。見事タックルしましたのは滝川高校78番の園田。宝塚東セカンダウンテン、ボールオン自陣42ヤード。今度は中央へのランテン、同じくキャリア99番に託し、今度は中央突破、約6ヤードのゲインとしています。宝塚東自陣48ヤードからサーダン4。さあ中央いった、宝塚東ファーストダウン、三度99番に託しました。その体を生かし中央突破しまして、宝塚東ファーストダウン、まず一歩目の攻撃シリーズ成功としました。はい、ナイスキー、止まってるよ。流行る気持ちを抑えるようにあえて手堅く地上戦でその状況打開を図ります。宝塚東高校ワイルドキャッツ、相手陣47ヤードに入りまして、宝塚東ファーストダウンテン、よしよし。さあここでプレイアクションパスでした。ロングパスで一気に陣地挽回を図りましたが、しかしこれはディフェンス陣、このターゲットをカバーしておりパス不成功とします。ダウン一つしないセカンドダウンに変わります。宝塚東相手陣47ヤードからセカンドダウンテン、さあ中央へランプレー、99番体をねじ込んでゲインを果たしています。約5ヤードのゲインとしました。失礼しました、ゲインは4ヤードに訂正します。宝塚東相手陣43ヤードの位置からサードダウン6。さあ中央のランプレー、99番の突破に託します。前進しましたが、しかし残り1ヤード残っています。
さあ1ヤードの攻防となりました。これを宝塚東どうするか。プレーを敢行します。ボンスタウンギャンブル1ヤード前進試合と攻守交代になりますが、このギャンブルプレーどうなるか。入ったフルバックのプレー、宝塚東ファーストダウンギャンブル成功。ここまで好調なランでこの攻撃率いていた99番の突破に託しました。見事答えまして宝塚東攻撃権更新です。ファーストダウンを獲得しました。ボールオンは相手陣33ヤードから宝塚東ファーストダウン10。さあここでテイルバックに託す。ハンドオフから右オープンへのアウトサイドゾーン、裏をかくように外を展開しまして約3ヤードゲインです。キャリア18番は重野。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして滝川高校ブルーインズ14点、宝塚東高校ワイルドキャッツが6点、その差8点で最終クォーター第4クォーターに移ります。